はい、始まりました。了解。こんにちは。こんにちは。なんか忙しそうですね、先生。ねえ、忙しいんですよ。リアルの公演とかが始まって、ね、そう、リアルな公演が始まってますが、その話からしましょうか。何の話ですか、今日。いや、本当はシアルさんの話でしょうか。どっちでもいいね、リアルの話。いや、シアルさんの話で、僕はね、最近コロナに関して、まあ、アメリカの動画をずっと見てるわけですよ。はいはいはい。で、ね、シュワルツ博士っていうんやけど、はい、なかなかええこと言ってはるわけで、その中で一つ最近ね、これはっていうのを見つけたわけ。おお。で、それをね、僕ね、さっきも聞いたんやけどね、僕も英語でね、4回も聞いたんや。おお、すごいですね。うん。で、というのはね、長年の謎がね、なるほどって分かったわけや。それはね、シアルさん、シアルさん、シアルさんって僕、いや、皆さんも知らないし、僕も聞いたことないわけや。サイアリカアシッドって言うんだけど、まあ英語ではね。いや、まずね、前々から思ってた問題っていうのはですね、僕は前々から食べ物に関して、植物中心食が良いと言いますよね。はいはいはい。で、だから食物中心食というのは何かといったら、逆に言えば、いわゆる動物性のものをあんまり食べないということですよね。うん、はいはい。で、動物性のものもね、基本的にね、3つか4つに分かれるのよ。ね。で、まずね、レッドミントと英語で言うんだけど、まあ日本語で言うと赤身肉っていうんだけど、はい、別に赤い肉じゃなくて、牛とか豚、つまり哺乳類の肉ね。はい。ね、それからね、鳥は哺乳類じゃないからね、鶏肉は別ね、うん、それから魚の肉と、はい、まあ基本的にこう分かれるわけよ。で、前々から言われてるのはですね、そのレッドミント、赤身の肉は、ね、健康に必ずしも良くないっていうことが言われてたわけよ。はい。で、いや、ほんで何が興奮したかって、その科学的根拠が分かったという話なんですよ。おで、今までの研究はね、どんなものかというと、まあ、肉を取る量と、例えばがんになる割合の相関関係ね。で、肉をたくさん取る人は、まあ、がんになりやすいというか、相関関係があるわけ。ね、でもね、相関関係と因果関係は必ずしも同じじゃないわけよ。うん、そうですね。うん、だから因果関係が分かんないとね、今のね、相関関係っていうのはね、偽のものかもしれんのですよ。で、今までいっぱいあった相関関係っていうのは、まあ有名なのがね、まあ、アメリカのキャンベル博士という人が中国、そのチャイナスタディというのがあって、まあ、中国で10年間、研究して、で、まあ、肉を取る量とがんになる可能性を、きれいな相関関係があるということを、まあ、言うだけですよ。で、それ以後ですね、その類の、ね、相関関係というのは、ね、いっぱいいろいろ証拠が上がってるんだよ。で、その中でもね、肉でもね、まあ、今言って赤身 の 牛豚ですよ。でも、またよく言われることは、加工肉とそうでない、加工じゃない肉では、加工肉の方が危険だという話もあるんですよ。で、WHO、世界保健機構はですね、加工肉とがんかの因果関係があるということは一応認めてるんですよ。WHO のサイトに入ればそう書いてある。ところが、牛肉みたいな、赤身肉に関しては、いろいろ防止はあるけど、絶対確実とは言えないから、まあ、まあ注意しなさい、見てるのことが書いてあるわけよ。ところがね、肉っていうものに関しては、欧米社会、まあ、アメリカとかヨーロッパはね、基本的に肉食ですよね、基本的に。ですからね、肉が、ね、健康に良くないと言われては困るわけよ。それは日本人が米が、ね、健康に悪いと言われて困るのと同じ話なわけよ。だから非常な反発もあるのよ。で、僕が最近見たのでは、ね、WHO がそんなこと、そこまで言うかと、証拠を出せって
ね、うん、でもちろん WHO は、ね、とか例えば英国のがんの学会なんかねちゃんと証拠出してるんですよ。だからいろんな証拠出てきてるんですよ。でもねさっきから言うねこれはみんなねいわゆる相関関係なんだけど、ね、関係じゃないわけね。で僕がさっき言ったしばらく博士のを見て、まあ、感動したっていうのはねその相関関係がね、まあ、明らかになったっていう話なんですけど、それがシアル酸っていうもんで、シアル酸って何やんって僕は今までも知らなかったわけ、まあ、英語でサイアリックアシドって言ってたから、まあ、辞書で調べたら日本語でシアル酸というらしいんだけど、それはですね体の中に、まあ、糖タンパクとか糖脂質とかいう、まあ、そんなものがあるんだけど、その先っぽにくっつくもので50種類ほどのシアル酸というものがあるんだけど、でこれを彼はねクリスマスツリーの飾りになぞらえてたね。で人間の細胞にはですねいっぱいねいろんな突起が出てるのよ、ね、でこの先をにシアル酸というものが、まあ、あたかもですねクリスマスツリーの飾りのようについてるの、うん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 、そんなもんだ。でものすごい数のそのシアル酸があるんですよ、ええ、でねでこのシアル酸っていうのは何の役割を果たすかというとですね入ってきたもの免疫入ってきたものが自分なのか異物なのか判定するために使われるんだそうです。ああ、だから免疫、それ自身が免疫細胞があるんじゃないけど免疫細胞を助けるの。さてそこでですねシアル酸は50種類ほどあるんだけどここで重要なのが NEU5AC と、うん、NEU の 5NC というのと NEU5GC という2つのものがあってですね、うん、で人間はこの NEU5AC を持ってるわけ、うん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 、でところが動物牛とか豚とかねこれは NEU5GC を持ってるんだよ、はいはいはい、で人間の体内にも実は NEU5GC はあるんですよ。ところがね人間は本当はね AC を GC にな作り変えるんですよ。ところがこれを作り変える酵素を人間が持ってないの。だから人間は基本的には NEU5GC は持ってないんですよ、うん、もう作れないんですよ。ところがあるんですよ。なんであるかっていうと肉食べるからなんですよ。で肉を食べるとまあ、体の中でいろいろなってその動物の NEU5GC が人間の体の細胞に、ね、本来は AC がつかんといかんところに GC がつくわけ、うんうんうん、でそれをですね免疫細胞が見たときにこれは異物だと見るんだよ、うんうんうん、つまり人間じゃないと動物だって見るわけ。だからそれに対する抗体ができる。で抗体というものができると抗原抗体反応というのはねこれはねいわゆるね炎症反応なんや、うんうん、インフラメーションというね、うんうん、でねこれもね僕ここ数年で知ったことだけど人間のいろんな病気とか老化の原因はこの慢性炎症にあるということが分かってきたんですよ。前々からねよくね酸化とか、まあ、言われておったんですよ、うんねまあ、もちろんそれもあるんですよ。だけど慢性炎症というものが重要だ人間の体にとってよくないと。で炎症というのは2種類あってですね急性炎症と慢性炎症があるわけです、で急性炎症というのはね傷したとか、ね、おできできたとかで風邪ひいたとか要するに病気になった場合ですよね。だからこれはね急性炎症がなかったら困るわけですよ、ね、で病気になった時にそれを治すために免疫が反応するわけだからこれはないと人間死ぬわけですよね、ところがね慢性炎症っていうのは体の中でじわじわじわっと起こってるのよ、でこれがいろんな慢性疾患例えば糖尿病とか心臓病とか
がんとか、それから動脈硬化の原因になるんですよ。そういうわけで、まあ、つまり何が言いたいかって言ったら、動物の肉、ね、赤身肉を食べると Nu5GC というものを取り込んで、でそれを人間の免疫細胞が異物だと判定して、で免疫炎症を起こして、で慢性炎症、これ非常に弱い炎症だから特に分かんないのね。あでね、アメリカなんかでね、肥満が多いでしょ、でね、あれね、肥満っていうのは実は慢性炎症なんですよ。でね、肥満すると慢性炎症が起こって、慢性炎症になると肥満すると、こういう、ね、悪循環があるんだそうですよ。でコロナに関係して、ね、実に面白い、まあ、そのシュワルツ博士はコロナのことを言ってるからね、コロナ関係で言うとですね、さっき言ったように 5GC に対するまあ、影響というのがね、どんな病気に起こすかというと、まあ、さっき申しましたようにまあ、動脈硬化とか、糖尿病とか、まあ、いろいろあるんだけど、この中で、ね、意外なのが、ね、肺炎。いろんなものを見たときに、これが信頼性区間で見てね、確実に、ね、あるってことが分かるのが、さっき言った動脈硬化とか、あるいは、まあ、冠状動脈疾患、まあ、心臓のね、冠状動脈が詰まる現象とか、まあまあ、で、アメリカで食事のパターンを調べるんですよ。ね、で、完全なヴィーガンっていうのは、動物性を一切食べない人ね。それから卵と牛乳は OK というグループがあるわけ。それから、魚は OK というグループがあるわけ。ね、でそれから鶏肉は OK というグループがある。それからね、牛肉も何でも食べると。まあ、こういうふうに分けるとですね、まあ、その順番にいろんな危険率が上がって、かつね、コロナにかかる割合を調べるとね、この男性と女性で比べると、まあ、アメリカの結果ですが、男性の方が肉たくさん食べるんでしょうね。だから 5GC というか、それが多いんですよ、女性よりね。で、コロナにかかる割合も男性の方が多いのね、かかるというか、死亡する。いや、だから、ここで肉食がね、コロナの悪化に影響してるかもしれないという。なるほど。実に面白い。で、これ僕ね、目から鱗だっていうのはね、日本人とか、日本と韓国と中国と台湾と、まあ、香港とかいう、いわゆる東アジア圏はコロナ少ないじゃないですか。はいはい。で、特に日本が少ないのがなんでかって話題になって、これをファクター X と言われてたわけよ、山中先生がね。で、これが何なんだって、ね、例えば BCG じゃないかとか、あるいはまあ日本人はマスクするからとか、あるいは握手しないからとか、まあいろんなこと言われてたわけよ。で、だからファクター X があるからかかりにくいんだと言ってたんだけど、一つ新しい可能として反ファクター X と、欧米人には反マイナスのファクター X、 つまり肉をたくさん食べるから肺炎になりやすいという要素があるんじゃないかと、これは僕が思って、まあ、シュワルツ博士もそう思ってるわけだけど、僕は、まあ、ファクター X に関して、まあ、親切ですけどね、そう思ったということですよ。なるほど、肉がね、どうも良くないみたいだっていうのはだいぶ前から先生おっしゃってましたから、私も最近肉だいぶ減らして、まあところがね、どんな肉でもね、一応にどうとかっていう話じゃなくてね、またね、その論文でね、詳しいテーブルが表が出てるんだよな。それがね、何かというと、GCEMIC Index、GCEMIC Index っていう、あつまり、Nu5GC をどのぐらい含むかと、割合を、肉と乳製品に分けて、もうね、まあ、これフランスの論文なんやけど徹底的にアップしてんや、でそれをね僕はね詳細にさ拡大してねよく見たわけやんで、ちょっと書いたけどね、
実に面白いね。うん、まずね、まあ、肉に関して、肉と乳製品と分けてね、肉に関して、牛肉を1とするんだよ。ね、じゃあ1以上は牛肉以上に危険。はい、1以下は、まあまあまあ、牛肉より安全と。で、はい、危険なんで言うとですね、豚レバーが 2.5。お牛パテが 1.87。で、豚ソーセージが 1.36。お僕、これつらいのよ。というのは、僕、この頃ね、この頃さ、豚ソーセージを結構食べてるんだよ。いや、これはまた別の、まあ、あの、イングリッシュブレックファーストという文脈でまた話すんだけどね。これまあ実験的に食べてるわけよ。ところがね、牛肉より悪いと言われたらさ、ショックじゃないですか。そうですね。で、さらに調べるとね、豚のね、生ハムが 0.85、豚のハムが 0.43、豚のベーコンが 0.19。僕、ベーコンも食べてるからね、ベーコンが 0.19 でちょっと安心したな。でね、ソーセージはね、今ね、1.26 って高いとか言って、ドライソーセージっていうのが 0.13 だって。で、ドライソーセージって何やねんって調べたら、サラミソーセージなんだ。あれはいいんだ、あんな脂っこいのに。だから僕ね、あの、今後の実験はさ、ソーセージやめてさ、サラミに変えようかと思って。でね、豚肉はね、0.11 ってね、低いのよ。だからね、この値だけで言うと、豚肉は牛肉の十分安全なのね。で、乳製品に関して言うとね、非常に悪いのがね、羊とヤギのチーズとかミルクとかヨーグルト、これがね、1.69 から3.86万円だよ。うわ、まあ我々はね、普通ね、羊とかヤギ あのミルクなんか飲まないから、まあこれは関係ないですよね。でね、牛乳はね 0.13 であんまり問題ないのよ。ところがね、粉乳が 0.65 で結構高いのね。だから、あの、粉乳よりは牛乳の 0.13 でヨーグルトはね 0.11 って言うんで、まあこれは OK なんですよ。だからこれをまとめて言えばですね、肉を食べるなら牛肉より豚肉の方がマシだよと。でソーセージはサラミにしろよと。でベーコンはまあまあいいよと。で、飲み物に関して言ったら、まあ、牛乳もヨーグルトも、まあ、そんなに問題ないよと。という話ですね。で、これはだから今言った、その 5GC に関するだけの話であってね。今の話だと、その 5GC がかなり直接要因となりうるということですから、まあ、豚肉とヨーグルトは同じぐらいという感じなんでしょうかね。まあ、だから低いので言ったら、さっき言った、まあ、豚肉とかヨーグルトとか牛乳とか、まあ、豚のベーコンとか、サラミソーセージとかは別にいいよっていう。まあ、低いって言ったって、多分そのグラムあたりの話ですよね。そうです、そうです。だから、ヨーグルトなんか200グラムとか食べると、牛肉20グラムぐらい食べるのと同じぐらいというか。ヨーグルト1キロ食べると牛肉。まあ、1キロは食べないかな。ヨーグルトも、だからあんまり食べ過ぎるとそんなにいいわけじゃないと。いいことばかりではないということです。夫が動物ですからね。いや、だからね、いや、ヨーグルトはね、発酵食品だからいい側面あるわけですよね。いや、だからね、どんなもんだってね、悪いことだけとかいいことだけっていうのは少ないのよ。例えばね、いや、今の翔太さん博士に聞いてて、じゃあ牛肉に悪い、いいことはないのかって、あるっちゅうわけですよ。それはね、あのね、あの、鉄欠乏症だって。だから牛肉には鉄が含まれてるわけよ。だから貧血の人は牛肉食べたらいいわけだという。だからね、いや、なんだってね、程度問題だと思うんですよ。そうですね。ただまあまあね、あのね、牛肉を積極的に食べない方がよろしいよと。で、食べてもいいけど、まあ、ほどほどにした方がいいよと。で、できれば食
植物中心食にするのがいい。ところが、ね、極端なケースがこんな話があって、冠状動脈、冠状動脈、まあ、心臓のね、コロナリアーテルって言うんだけど、うん、でこれ僕ね、最近の、ね、同窓会で同級、まあ、1年後輩がさ、この冠状動脈を切って、で他の動脈付け替えたとかいうのよ。動脈の中がもうドロドロで、うん、もうね、普通これ、あのなんか、なんか入れんのね、カテーテルで、あのステントっていうの入れんの、もう、もうそれじゃ効かないからっていうんで、まあ、他の病気もあって、結局、どっかから動脈切ってきて、心臓につけたとか言うんだよ。だから、ね、どうしたらそんなになるのかって、僕、聞いてみたいんだけど、いや、肉ばっかり食べたのか。で、ところが、アメリカにね、ある、まあ、ある有名な人がね、この冠状動脈、の、まあ、専門家なんだよ。で、手術しようにもどうしようもない患者っていうのをね、2年で治したっていうの。それはどうしたかっていうとね、徹底的に肉と油を食べさせない。おで、写真 ね、2年後っていうのあるんだけどね、動脈が、まあ、動脈効果ってやつは詰まっとるわけよね、中に。それがね、きれいになってるのね。いやだから動脈硬化ね、治るんですよね、その詰まってるのも。ただ大変ですけどね、肉一切ダメ、うんうんうん、油もダメって、そうだって、まあ、精進料理ばっかり食べてればいいんかな、うん、いやまあだけど野菜中心に最近しててそんなに、まあ、野菜以外油は入ってますけどね、全然不自由ないですよ。肉もう極端に減りましたね、ここ最近は。そうですか。ね、別に不自由ないです。じゃあ、あの今のこのぐらいにして、次、タンパクの話に移りたいんだけど、はい。じゃあ、とりあえず切りますね、一旦。